はい、冒険家の皆さん、こんにちは。今日はですね、初めてのフリップグリッドといって、先生の、質問に対して、学習者がビデオで、答える、ビデオを録画して答えるというですね、そういうタイプの、サービスをご紹介したいと思います。あくまでも初めて、このフリップグリッドを使う人のための話ですね。で、これは今は2021年8月6日なので、これとても進化が早いので、もしかしたら皆さんが例えば1年後とか2年後に見ていたら、もうだいぶ変わっているかもしれません。はい、まず最初に、学習者としてどういうふうに参加するかをご紹介します。ですね、まずこういうふうに、この、リンクを開いていただいてもいいし、あるいは QR コードを、これ、読んでもいいです。それで、僕が作った、トピックに参加することができます。で、僕が作ったトピックっていうのは、このフリップグリッドを使ったことがありますかっていう、そういう、トピックですね。はい。ごめんなさい。で、今ですね、ここに、スチューデントユーザーネームか、QR コードを読んでくださいっていうふうに書いてありますね。で、ここに、ユーザーコード、ユーザーネームを入れるためには、ここにですね、50人分ぐらいの、ユーザーネームっていうのを、これ、ダミーのデータを作ってありますので、皆さんこれの中の一つを選んで、さっきのところに入れてみてください。ここではこのセイントっていうカタカナのね、これを使って入ってみるところをやってみたいと思います。はい。で、今ここにセイントというふうに入っていますね。はい。で、この上のところにバンド、ひじりとか読むのかな。で、これも、これももちろん、ダミーのデータです。こういう人も実在すると思いますけど、ダミーのデータをたくさん作った中に、さっきのセイントというのはこのバンド、ひじりさん。これのニックネーム、ユーザーネームとして登録、僕が登録したので、それで、このセイントで入ると、この名前が表示されるわけですね。でもこれは後で変えることができます。はい。それではですね、もうここで、この、赤い、ボタン、大きいボタンを押してみましょう。これで録音を始めることができます。録音、録画ですね。はい。で、実際には、3秒間の秒読みがあります。3、2、1って来て、それで、録画が始まる感じですね。はい。で、これが、すいません。録画が始まる前に、調整する設定ができるんですね。で、この、すいません。今の、秒読みの前は、これを押した後です。これを押すと、秒読みが始まります。さっきの、この赤いボタンを押しただけでは、まだ秒読みも始まりません。で、このオプションズってここにありますよね。これをクチッとクリックすると、こういうふうにですね、アップロードクリップとか、マイクオンリーとか、ミラービデオとかですね、ミュート、レコードスクリーン、デバイスセッティングとか、こういうオプションを開くことができます。こちら側にエフェクツっていうのがあって、このエフェクトを開くと、こういうふうにですね、フィルターを入れたり、文字を入れたり、リンクを入れたり、まあ、いろんな、こちらにも、エフェクトをかけることができるわけですね。はい。で、それで、さっきの、これを押すともう秒読みが始まるんだっけ？あ、ちょっと待ってね。はい。はい。秒読みが始まる前に、これを閉じると、もうこの NEXT のボタンを、押すことができますね。で、そうすると、もう録画を始めることができます。で、さっきのこれですね。このボタンです。はい、このボタン。このボタンで録画を始めることができます。はい、で、録画中はこんな感じで、ごめんなさい、違うな。この NEXT でもう秒読みが始まるんだと思います。で、それが終わった後に、こういうふうにですね、再生されるんですね。僕の場合は28秒間話しているので、録画の後でこういうふうにですね、再生されて一応見ることができます。で、再生が終わって問題ないと思ったら、この NEXT を押すわけですね。はい。で、ここで最初に僕、セイントっていう名前で入ったので、その場合はこの坂東ひじりさん、こういう名前が割り当てられていますので、ちょっとここを変えたいと思います。ここも変更することができます。
で、それで冒険家村上というふうにして、このサブミットを押すわけですね。はい。で、だんだんこうやって、アップロードしていくわけです。で、100% になったら、もうサクセスというふうに、この画面が出てきますね。で、ここにいろいろシェアリンクとか、いろいろありますけど、別にもうこれ、しなくても、もう作業としては終わっています。で、ダウンを押しましょう。で、そうするとですね、こういうふうに、もう一覧の中に僕の自分の動画が入っているわけですね。はい。で、さっきの、これをカチッとクリックすると、再生ページが出てきて、ここに、先ほど録画したものが、再生されます。見ることができます。あ、それでですね、ちょっとここ邪魔なんで動かしますけど、はい。この下に、コメントをすることもできるんですが、文字でコメントすることもできますし、こうやってビデオでコメントをすることもできます。まあ、ビデオでコメントした方が楽しいですよね、授業としてはね。はい。では、ここからは教師としてそれをどういうふうに準備したかということを、手続きをご紹介したいと思います。はい。まず最初にトピックを作る必要があります。はい。はい。で、ここの Create a Topic、これを押すわけですね。そうすると、こういうふうに最初のそのトピックをタイトルを入れたり、その説明を、入力するところがありますね。はい。で、そしてこの Create Topic をすると、もう、トピックは完成です。はい。で、メールアドレスを知っているときはもちろんこちらでもできますけど、それがめんどくさいっていうか、特に教師研修とかでやるとちょっと誰が参加するかわからないので、ここではですね、Student Username、学習者の名前、ニックネームだけで入ることができる、そちらをご紹介します。はい。で、こちらを押すと、それでですね、ここではもうクリエイトトピックでいいのかな。はい。あ、違います。ごめんなさい。ここをね、カチッとクリックすると、こういうふうにですね、ユーザーネームを入れるところが出てくるんです。で、ここに、アップロードA CSV ファイルっていうふうに書いてあります。これを使うのは多分、便利でいいと思います。そうじゃないと、全部自分でですね、手を、ここに一つ一つ全員分の名前を入力しなければいけないので、これはとても大変なので、この CSV ファイルを、アップロードするという方法がおすすめですね。で、この、CSV っていうのはどういうふうにやるかっていうと、例えば Google ドキュメントじゃなくて Google スプレッドシートですね。その場合はこのファイルから、ダウンロードに行って、そしてこのコンマセパレーティドバリューズっていうふうに入りますね。で、これがあそこの CSV というものなので、で、これをダウンロードして、先ほどのデータとしてアップロードするといいと思います。ちなみにですね、このデータはこういうふうにですね、A の列がファーストネーム、B の列がラストネーム、そして C の列が ID というふうになっている必要があります。で、さっき僕がセイントっていう名前で入りましたけど、それはこの ID のところですね。このファーストネームとかラストネームは、ログインするときには使わないので、この ID のところだけ、正しければもう入ることができます。そうするとこういうふうにですね、学習者の名前とユーザーネームの、一覧がこういうふうに出てくるわけです。はい。で、その下の方にですね、これと同じページの、その下の方に、こういうふうにですね、設定するところがあります。これ、デフォルトでは現在、1分30秒になっていますが、ここでは、教師研修でいろんな人に参加してほしいので、ちょっと30秒というふうに短めにしてあります。で、それから、クローズドキャプションですね、字幕みたいに文字が出る、そういう機能がありますけど、それはもちろん、日本語教育の場合は、日本語にしておくといいと思います。それで、これを、クリエイトトピックにしてみましょう。はい。で、そうすると、こういう、リンクがね、出てくるので、これをコピーするといいわけです。ちなみに、今日の、ずっと遡ってみると、はい。ここで、ご紹介した、このリンクが、先ほど作った、トピックのリンクになるわけですね。
はい、それでは10分になるので、私の方からは以上になります。そして冒険は続きます。